はい、浅川です。今回は創作キャラについて雑談します。結論から言うと、キャラクターのプロフィールを作ることをまず初めに考えます。例えば勉強嫌いのキャラクターで考えてみます。まず勉強が嫌いで頭が良くない、そして運動神経が良く中学3年生の大型、そのプロフィールをもとにキャラクターを描いていきます。原作のタイトルが勉強嫌いの浅川さんということで、こういうプロフィールにしました。新しい作品を作るには、最初にストーリーを作ってからキャラクターを作るか、キャラクターを作ってからストーリーを作るか、タイトルを作ってからストーリーやキャラクターを作るか、などなどいろんな作品の作り方があります。そして今回はタイトルを作ってからキャラクターや物語を作っていくという方向性から始まりました。そしてタイトルは勉強嫌いの浅川さんです。詳しいストーリーの作り方は一応別の回にして、今回は創作キャラの作り方についてお話しします。それで、私は昔出版社に漫画を持ち込んだ経験があります。それで編集者に一応言われた言葉は、キャラクターは影のシルエットだけでも分かるようなキャラクターにしなければならない、つまりキャラクターの外見を全てベタ塗りにしても分かるようなキャラクターにしなければいけないということを言われました。それぐらい個性が強くなければいけないということで、確かに有名な物語のキャラクターの作品はシルエットだけで分かったりします。それで私なりにキャラクターの特徴をつけるために、キャラのアホ毛を数字の7にすることにしました。そして7つながりということで、一応書いていって、キャラクターの名前は浅川7にすることにしました。外見だけでキャラクターの特徴や名前が覚えやすいということで、こういう形にしました。そして個性的な外見ができたら、あとは自分の描きやすいキャラクターで描いていけばいいと思います。たくさん絵を描いている人であれば、おのずと自分の絵柄というものが出てきたりします。自分の絵柄というか、描きやすいキャラクターができれば、簡単に絵は描けたりします。自分の絵柄が見つかってない人は、とにかくたくさん自分の好きな絵を描いた方が良いと思います。私も自分の絵柄を見つけるのに相当苦労しました。それで私の好きな絵柄は、一応タッチやクロスゲームで有名な安達満、スタジオジブリの宮崎駿などの絵柄を描いて練習しました。最初は何でも人真似で良いと思います。その真似る方向性によって絵柄が決まりますので、自分の好きな絵柄を練習して描けば良いと思います。それで皆さんの好きな絵柄があれば、ちょっとコメント欄にお願いします。はい、今回はキャラクター作りということで、こんな形になります。次回は物語のイメージボードを書いていく予定なので、よろしくお願いします。